それではただいまより令和4年度第27回市長記者会見を始めさせていただきます。それでは長渕市長、よろしくお願いいたします。お待たせしました。よろしくお願いします。はい、本日まず定例でご報告をさせていただいております新型コロナウイルス感染症の市内の状況、そして公民連携による SDGs 推進の取り組みについてお伝えをいたします。はい、まず新型コロナウイルス感染症の市内の状況です。1ヶ月間のカレンダー、ここに示しております4週間のカレンダーですね。1ヶ月間、4週間を見ましても前週比を上回っているオレンジのところがもうこの2日間だけとなっておりまして、先週に引き続いて減少傾向が見られています。半年間のこの推移です。第7波の一番ピークのところ、1日あたり新規陽性者2200人という日がございました。1月に入ってから1000人を超える日もございましたが、現在は平日半ばでも200人台ということで、かなり1日あたりの新規陽性者は少なくなっているという印象です。はい、堺シグナルモニタリングとしてお示しをしている状況です。傾向としては減少傾向、大阪府全体の10万人あたりの新規陽性者数と、そして堺市の10万人あたりの新規陽性者数の比較を行ったところ、どちらも傾向としては同じです。ぐぐっと200人台後半から200人台前半まで下がっております。そして年齢構成の割合を言いますと、先週お示ししたグラフとほとんど変わりはございません。どの年代でも同じように感染のリスクはあるという状況です。はい、陽性率と検査数の推移です。陽性率、昨日時点での1週間平均で 12.8% となっておりまして、こちらは第7波から減少傾向に向かった時よりもさらに今陽性率としては低い状況になっています。療養中の方の情報です。重症者の方、堺市民の方で重症となっておられる方はただいま昨日現在で4人の方がおられます。そして入院されている方につきましては338人の方が入院をされておられます。一日も早いご回復を心より願っております。続きましてワクチン接種についてもお伝えをいたします。現在実施中のオミクロン株対応ワクチンにつきまして、65歳以上の方、70%、約 70% の方が接種を終えておられます。全体としては 40.8%。また、オミクロン株対応ワクチンを接種される条件でもあります、1、2回目の初回接種につきましても、現在も実施中でございますので、まだお済みでない方、対象の方はお早めにご検討いただきたいと考えております。今の接種の期間というのは3月31日までと設定されていまして、国でもその4月以降どうするかというところは検討が進められていると聞いておりますが、今後のワクチン接種の状況を私たちも注意をしながら体制を整えたいと考えております。ただ今と同じ条件で続くかどうかというのは未定ですので、今実施されている間にですね、ぜひ希望される方、接種をご検討いただきたいと考えております。はい、新型コロナウイルス感染症については以上です。続きまして公民連携による SDGs 推進の取り組みについてお伝えをいたします。はい、堺市では SDGs の取り組みを進めておりまして、令和3年の5月には SDGs 堺 SDGs 推進プラットフォームという組織を設立をいたしました。これは公と民、公と民間が共同、競争ともに作ることによって SDGs を進めたいというところで設立をいたしました。プラットフォーム回数1000団体を達成とありますが、本日朝9時時点で1013団体を数えておりまして、発足から1年半と少しの間にこれだけ多くの会員の皆様が加わっていただきます、参加をしていただいております。さまざまな業種を超えた企業、団体が、また教育機関もつながっていただくことによりまして、会員同士の連携も活発に行われておりまして、新たな取り組みも生み出されております。
えばこちらはリユースの取り組みですね。ゼロ円で譲っていただくような取り組みでありましたり、 SDGs をゼロカーボンのエネルギーを使いました音楽フェス、またこの会見でもご紹介させていただきました制服の利制服ですね。一人親家庭の方に制服を安くお譲りをする、リユースをする仕組み、そして酒井さんのレモンを使った仙北高校の学生が考案をしたかき氷でありましたり、ペッパーによる SDGs の授業、ここに記載されている以外でもさまざま取り組みを行っております。SDGs という言葉自体はメディアの皆さん、新聞でテレビでも特にここ数年、頻繁に見かけるようになりまして、周知自体は言葉の周知自体はかなり進んできたと考えておりますが、一方で例えば企業や団体の皆様においてはまだ何をしていいかわからないと、取り組みたいけどきっかけがないという声も多いと認識をしております。企業や団体の皆様にとっては業種を超えて多くの会員の皆様とつながっていただいて、地域に密着した SDGs の取り組みを進められる酒井SDGs 推進プラットフォーム、ぜひご加入いただきたいと思います。ホームページも設けておりますので、ネットで堺 SDGs と検索をしていただければ、そのホームページをご覧いただけて、そこに参加方法も記載をされておりますので、ぜひご検討いただきたいと考えています。はい。そして現在会員の皆様が取り組んでおられる SDGs の取り組みやイベントを広く周知したいというお声があるとお聞きをしておりまして、この度1000団体を超えたということもございまして、さらに情報発信を強化する目的で堺 SDGs 推進プラットフォームの公式ツイッターアカウント、公式ツイッターを2月13日に開設したいと考えております。こちらでは発信内容としまして、会員の皆様の市民向けのイベント、また会員の皆様同士が連携した取り組み、 SDGs の取り組みを積極的に発信をしたいと考えております。はい、ぜひ多くの皆様ご覧いただけたらと考えております。続きまして、会員の企業様と堺市が連携した新たな取り組みをご紹介させていただきたいと思います。マイボトルクローク実証事業という取り組みです。はい、こちらは堺 SDGs 推進プラットフォーム会員の象印島法瓶株式会社様と堺市役所の地下の食堂を運営されておられる森のキッチン様、そして堺市が連携をしましてマイボトルの利用促進に向けて行う事業です。まずは町内で募集した市の職員約60人を対象としまして、持ち運びや洗浄、洗うなどマイボトルを利用するときに負担に感じることを軽減するような課題解決を図りたいと思っています。専用の象印ステンレスボトルを購入しまして、職員が LINE で受け取り時間を指定してコーヒーを注文すると、市役所本館地下1階にございます森のキッチンで受け取ることができます。実証期間は3月1日から5月31日までを予定をしておりまして、この結果をもとに今後市民向けにも展開したいと考えております。はい、この実証事業の仕組みについて図示をしております。まず初回のみこちら専用ボトル、このような専用ボトルを2500円で購入をしていただきます。この購入時には2000分のコーヒーポイントが付与されます。そして注文される際ですね、注文する際には LINE で受け取る時間を指定してコーヒーを注文しますと森のキッチンで受け取ることができます。飲んだ後のマイボトル返却、こちらに持ってきていただければ洗浄して保管をしてもらえるという仕組みです。ボトルには2次元コードが記載をされておりまして、このコードを森のキッチンで専用タブレットで読み込むことによって個人認証されるという仕組みです。今回また新たな取り組みをご紹介させていただきましたが、引き続き
公と民が連携した SDGs の取り組みを進めて、業種を超えた会員間の連携が社会で活発に行われて、また新たな価値を生み出したいと考えております。市民の皆様には SDGs をさらに身近に感じていただいて、行動につながるように堺市も積極的に働きかけていきたいと考えております。私からは以上です。それではただいまから質疑に移ります。挙手の上社名を告げていただきまして、ご質問の方をよろしくお願いいたします。朝日新聞さん。朝日新聞の伊勢です。マイボトルに関連してなんですが、今市長がお手にされたグラスはマイボトルにされないのかなとずっと前から気になって、そのグラスの蓋も毎週捨てて変えてるみたいですし、まあ職員さんも洗ったりということもあるんで、せっかくだったらご自身から始められたらどうかなと思ったんですが、いかがでしょうか。はい、ご指摘ありがとうございます。私が普段役所で、毎日登庁しておりますが、その役所で過ごす時の飲み物を入れる容器はマイボトルですし、また総での会議等でも水筒に万博のシールを貼って持っておりますが、おっしゃる通りですね、こういうところから多分徹底しないとなかなか伝わらないかと思いますので、ぜひ次の会見からですね、このガラスの容器コップではなくてマイボトルを使用したいと思います。ありがとうございます。他にご質問いかがでしょうか。産経新聞さん。産経新聞藤谷と申します。よろしくお願いします。市民にも拡大していきたいということなんですが、始められる時期にめどがあるのかっていうのが1点と、あと、逆の考え方をすると、今までその紙コップであるとかそういったものが普及していった背景は、例えばそのマイボトルとかそういったかさばるものだと店側にが保管するスペースが少なかったりするっていう問題があって、使い捨てのものが普及していったっていうのが、歴史的というかそのこれまでの長い中での背景だと思うんですけども、このマイボトルをその店側で洗浄保管するにあたって、そのスペースであるとかそこら辺の課題点はどのように解決した取り組みになっているんでしょうか。はい、まず今回森のキッチンという1箇所で行うものです。そして対象も職員60人ですので、まずはこの取り組みをですね、その保管場所も含めて、また洗浄という手間もありますので、そのこれから進めていくにあたっての課題を抽出したいと考えております。時期としては6月以降としておりますので、まずはその5月までの実証を通してさまざま課題を見た中で、それで市民の皆様からも同様に実証できると広げられるということであれば、極力早い時期に行いたいと考えております。これまでその使い捨ての例えば容器コップであったり、お箸カトラリー、利便性が良くて、また持ち運びもできる、もしくはかさばらないということもあったかと思いますが、ただ一方でやはり限りある資源を捨ててしまう、一回限りで捨ててしまうこと、またプラスチック等のゴミの問題もあります。今回やはり今回というかこれからですね、どれだけ資源有効活用できるか、使い捨てではなくて使い回しリユース、もしくはその資源でもリサイクルを行うという発想が必要だと思っております。今堺ゴミ減量 4R 大作戦を実施をしておりますが、そこはまずはもうリフューズ、そもそも受け取らない、断る、そしてリデュース、減らす、そしてリユース、リサイクルというその4つでございますので、今回の取り組みを一つきっかけとしまして、職員の意識も高めたいと思いますし、市民の皆様にもこれまでの使い捨てというところからやはり有効活用をしていくというところに意識を向けていただけたらと考えています。他にご質問いかがでしょうか。よろしいでしょうか。
それではご質問がないようですので、これにて市長記者会見を終了いたします。